どうもウェダックスです。本日はミニズフォーラムさんから販売される X400 小型 PC コンパクトミニ PC、 こちらを紹介したいと思います。こちらの特徴は何といっても小さくて軽いということなんですけども、それ以外にプロセッサーが Ryzen 5 Pro 4650G を搭載しているということです。まずちょっと外観を見てください。フロントがこんな感じ。電源ボタンにイヤホンジャックですね。こちらのサイドは何もなくて、裏が電源、HDMI、ディスプレイポート、LAN が2つ。ミニズフォーラムさんのパソコンは基本的に LAN が2つ。で、USB 3.0 が4つ装備されております。はい。で、サイドがマイクロ SD で、LINE IN、マイクイン、オーディオアウトですね。こんな感じ。で、上から見てもらえればわかるんですけど、ファンがなかなか強力そうなのが1個ついているのがわかりますでしょうか。で、ヒートシンクもね、これで 4650G をしっかり冷やすという感じです。で、裏を開けると SSD 2.5 インチ追加できますので、容量不足の場合は内蔵は増やすことができます。で、中身のスペックなんですけど、メモリーが 16GB。で、SSD が 256GB。PCIe 接続ですね。となっておりますので、快適な操作が期待できます。で、実際も使ってみたんで、電源入れてね、実際どんな感じか見てもらおうかと思います。電源なんですけど、フロントのこの赤いボタンをポチッと押してやると青いランプが点灯して起動します。はい。初期設定なんですけど、特に次へ次へで問題ないと思うんですが、キーボードのレイアウトが英語キーボードになっている場合があるので、その場合はちょっと設定変更が必要かな。はい。付属品をこの間に紹介。HDMI ケーブルと、あとディスプレイポートケーブルですね。で、エアフィルターと、マウント用の、モニターの裏にマウントさせるためのやつが付属されております。モニターに一体型とすることが、これによって可能になるわけですね。パソコンが起動したので、システムをちょっとチェックしたいと思います。はい。CPU の方が Ryzen 5 4650G ですね。メモリが 16GB と。で、メモリはもう 16GB あれば十分だと思います。はい。で、無線も Wi-Fi 6対応してますので、Wi-Fi 6に対応している無線 LAN ルーター、無線機を用意できれば、有線並みの速度で快適に操作できるんではないでしょうか。で、実際ゲームの方ですね、こちらデスクトップにあるフォートナイトと原神っていうのを動かしてみたんで、まずフォートナイトをご覧ください。どうぞ。はい。フォートナイトなんですけど、フレームレートが60維持できるかどうかっていうのが結構重要なポイントかなと思うんですが、設定がこうだと厳しい。で、中まで下げてあげると、まあまあフレームレート60維持できてる感じですね。だから快適にプレイできるんじゃないでしょうか。まあ中で満足できない方は、やはりちゃんとしたデスクトップでビデオカード乗せてプレイする必要があるかと思います。で、私がやる限りはですね、中で何の不満もなかったです。まあど素人ですので全然プレイできてないんですけども、はい。では次に原神というオンライン RPG ですね。こちらの方はもう不満なしです。うん。戦闘シーンも特に不満なく、で、移動も特に不満なくプレイできましたので、特に不満を持つ方はいらっしゃらないと思います。はい。こんな感じですね。ちょっとスペックをもう一度おさらいしておきたいんですけど、重さが 976g で Ryzen 5 Pro 4650G で、グラフィックスがレデオングラフィックスで 1900MHz で動きます。メモリーが 16GB、 ストレージが M.2280256GB PCIe ですね。で、拡張スロットが SSD もしくは 2.5 インチのドライブが1個あります。で、ワイヤレス通信が Wi-Fi 6に対応しております。はい。そんな感じになっているんですけども、こちらのパソコンね、幕開けの方で購入募集を開始するようで、で、購入する人数によって、パソコンの仕様がスペックアップしていくんで、ちょっとご注目していただきたいんですけど、30人を超えると2年保証になる。で、80人を超えると Windows Home なんですけど、これがプロになる。で、300人を超えるとミニキーボードが追加で、添付される。で、700人を超えるとですね、なんと内蔵256GB が512GB ですね。512GB欲しいですね。これ、魅力。で、1000人超えると 1TB のハードディスクが追加で
用意されるということです。個人的にはこの700人超えの512ギガがかなり魅力ですね。値段の方なんですけど6万円半ばで、Ryzen 5、4560が4650が搭載されている他のパソコンとちょっと比べてもらえればいいと思うんですけど、まあまあコストパフォーマンスいいと思います。だから結構おすすめできるんじゃないでしょうか。で、CPU ファンの方なんですけど、今はとっても静かです。ただゲームをしたりですね、まあシネベンチもやったんですけど、シネベンチは3400超えでしたね。なかなかいい。だからビデオ編集、エンコードも十分できますね。ゲームをめっちゃ快適にしたければやっぱりデスクトップにするしかないと思うんですけど、そうじゃなければまあまあプレイできて、まあビデオ編集もできるよっていう。で、他の作業は余裕を持ってこなしてくれるっていう感じになっております。なかなかおすすめできますね。まあ他のやっぱりパソコンとやっぱり価格比較しながら考えてもらえればいいんですけど、幕開けの募集に参加して700人超えれば絶対にこれは買いかなと。まあこのサイズでこの性能を求めるならねっていう感じです。はい。ということで本日はミニーズフォーラムさんから発売されるX400 ですね。 Ryzen 5 4650G 搭載6コア12スレッド最高 4.3GHz ハイスペックなミニパソコンを紹介しました。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。